この外の景色が見えるっていう。ちょっと夜景を見ながら食べますか。で、あっちがレインボーブリッジ。今日はですね、今、久しぶりに東京来てこのビルドをやろうかなと思うんですけど、ちょっとニーズがあるのかわかんないんですが、とりあえず第1弾でやってみようと思います。新幹線の中で隣の席の人が英語の字幕をつけて、ネットフリックス見てて、あ、この人も英語を勉強してるんかなって思ってました。私はね、あえて時間があるときは小玉とかで行って、3時間とかかかるんですけど、そのなんて言うんだろう、閉ざされた時間で勉強しようかなって思って。新幹線って結構意外とね、集中できる場所なんですよね。ちょっと乗ってる間取れなかったんですけど、今からね、ちょっと今日の仕事があるんで、セットがてら美容院に行こうかなと思ってます。髪の毛多分変わります、ちょっとだけ。はい、美容院行ってきました。ちょっとだけ整えてもらったんですけど、どうですかね。今日はですね、ヒルトンに泊まろうと思います。こんな感じです。ちょっとまだね、チェックイン早いんで、ご飯食べてないんで、朝からご飯食べようと思います。荷物だけ預けてみます。ヒルトンのレビューはインスタに載せてます。クリスマス仕様でめっちゃ綺麗でした。はい、今チェックインがまだ3時からなんで、まだなんですけど、結構お庭がこんな感じで綺麗です。またね、多分夜綺麗かなと思うので、夜ね時間あるんで、ちょっと撮影しにまた戻ってこようと思います。今からですね、お昼を食べに行こうと思います。もう3時ぐらいなんですけど、この辺何があるのかな。お台場とか本当に久しぶりすぎてわかんないな。いつだろう、めっちゃ前ですね。もう10年ぐらい前に来たのかな。東京は結構しょっちゅう来てたんですけど、久しぶりに来ました。ちょっとなんか食べるとこいっぱいありそうなんで探してみようと思います。お台場ユニバーシティレインボーブリッジ。あ、自由の女神がいるな。ウケる。写真撮ろうかな。夜またね、来ようかなと思います。夜自由の女神見えるのかな。すぐ近くにハンバーガー屋さんがあったので、そこでサラダを頼みました。ボリューミーで美味しかったです。そして窓から自由の女神が見えました。はい、めっちゃ綺麗。こんな感じです。これがトイレ、洗面台にお風呂です。これお風呂からさ、見て、向こうの外の景色が見えるっていう、やばいですね。こんな感じです。めっちゃセクシーやん。はい、ツインベッドなんですけど、泊まるの一人です。こんな感じでコーヒーのマシンとかもありますね。あ、これね、エスプレッソ、私買おうか迷ってたやつです。後で飲んでみようと。すごいすごい。ベッド二つなんですけど、一人で使います。かわいい。すごいですね、めっちゃ映える、超綺麗。自由の女神が見えるじゃないか、ここから。夜ね、多分また違った景色があると思うので、写真撮りに行こうと思います。じゃあちょっとね、この後仕事が入ってるんで準備します。なんかついでにラウンジが使えるプランだったんで、ラウンジも行ってきました。なんかね、お菓子食べ放題だったりとか、あと飲み放題で、すごい良かったです。ただ外国人もね、多くて、隣の方の英語とかね、ちょっと聞き入ってしまいました。さすがに動画撮るのをね、気が引けたんでやめておきました。写真だけですいません。今ですね、仕事終わってホテル戻ってきたんですけど、めっちゃ寒い。そしてめっちゃ綺麗です。皆さんにも景色を、フラワー、ちょっと後でね、行こうね、写真撮りに行こうと思います。すごい綺麗。とりあえずね、お腹空いたから差し入れでいただいたお弁当食べながら行こうと思います。食べに行きます。先ちょっととりあえずホテル戻ろうっていう感じです。夜ね、ちょっと運動もしたいから待っててね。すごい、ホテルね、こんな感じです。ここだ、行きます。多分景色エグいと思います。靴脱ぎっぱにしてた。よいしょ、やば。あー、なんて素敵なんですか。わー、オーマイガー、 That's so beautiful. Wow, that's so amazing.
おーマイガー、自由の女神がいる。あ、屋形船がいます。見える？見える？屋形船が通ってる。ちょっと後で撮影します。とりあえず疲れたんで、ご飯食べようかなと思います。レンジでチンしたいけどないよね。温めたいけどね。まあいっか。ちょっとじゃあちょっと手洗ってきます。はい、このね、ネスプレッソが選べるみたいでちょっとやりたいなと思ってるんだけど、初めて使う。どうやってやるんだろう。なんかめっちゃ種類ある。これが書いてあるかな。あら、持ってる方いますか。私ドルチェグストだからちょっと違うんだよね。デカフェ、これデファ、デカフェっぽい。これはい、ネスプレッソできました。で、これでこう、はい、これでどうするんだろう。で、コーヒー用でいいのかな。カフェデカフェわからない。でも多分コーヒーでいい気がするから右を押してみます。なんか間違えてお湯が出てきました。やり方間違えてたっぽいです。これでやってみよう。なんかやり方間違えたっぽい。今度はちゃんとできました。よかった。ちょっと夜景を見ながら食べますか、弁当を。いやー素敵すぎないこれ。ちょっとね、今日の反省も踏まえて、夕ご飯を食べようと思います。いただきます。景色見えてるかな、みんな。はあ、ようやくご飯です。このブログみたいなの需要あるかわかんないですけど、コーヒーがすごく美味しそうだったので飲みます。あーいいね。やっぱコーヒーいいですね。なんかカフェイン本当はね、夜の取るの良くないと思うんだけど、取っちゃうんだよね。どうしたらやめれるんだろう。でもね、なんだろう、やめすぎてもさ、あれなんですよ。今度飲むときにめっちゃ弱くなってて、カフェインが効きすぎて手が震えたりとかするから、ほんと適度にね取るぐらいが一番いいかなって思います。いやいいね。そして YouTuber の特権でね、こうカメラが友達だからね、寂しくないという。そしていただきます。今日のお弁当こんな感じです。美味しそう。結構なんか今日は緊張してあんまり仕事前に食べれなかったんで、食べます。いただきます。サラダしか食べてないな。うん、じゃあ自由の女神がなんであるんだろうね。昔からありますよね。なんか今日このホテルに泊まって久しぶりだったから、ホテルってホテルによってはカードキーをピッてかざさないとエレベーター止まらないじゃないですか。それ忘れてて、エレベーター入ってボタンを押したら、その間には止まりませんって言われて、どうしよう、間違えて乗っちゃったって思って、ガタフタしたら、隣にいたね、多分外国人だと思う。フロントで隣だったんですけど、ちょっと片言の日本語で、なんか喋ってた人がいて、なんか多分その人スイートルームに泊まってる人なんだけど、その人とエレベーターで一緒だったから、その人が、片言で、それカードキー多分やんなきゃダメだよ、とかって教えてくれて、なんとか無事来れました。あの人も一人でスイートなのかな。いいね。なんか新幹線の中とか、ラウンジ行った時も動画撮りたいっていう気持ちもあったけど、やっぱりああいうところってなんかマナー的に撮るのどうだろうと思ってやめときました。自分だったらなんか嫌じゃんね。こう隣で動画回してると、例えば会話とかしてもさ、全部撮影されてたら嫌だね。だから写真とかもね、写真1枚だけ撮ったって感じにしました。なんかほんと久しぶりに東京に来たんですけど、コロナで空いてるのかなと思ったけど、結構今やっぱあれですね、みんな混んでて。やっぱ旅行いいですね。もう旅行の予定が決まった瞬間ね、すごくこうウキウキするし、まあ、旅行じゃないけど今回仕事なんだけど、しかもまあ、やっぱこういう環境ってさ、勉強の習慣が崩れやすいんですよ。こう旅行とか出張とか行くといつもの自分のルーティンじゃなくなるんで、そういう時こそ習慣化っていうのがなくなりやすいんですけど、あえてその例えば新幹線の時間を長くして、そこで勉強する、強制的に勉強する空間を作ったりとか、あと、今日ね、このあと夜ね頑張ろうと思ってます。夜ホテルにジムがついてると運動したくなるから、別に朝してもいいんだけどね、っていうか朝した方が多分運動はおすすめ。
私は夜したい、あの誰もいない時にしたくてさ、一人だと恥ずかしいじゃんね。なんかハワイのホテルでもジムがあってやってたんだけど、女一人でやってたからなんか、ね、ちょっと恥ずかしかったですもんね。多分誰もいないであろう深夜に行ってジム筋トレやろうかなと思ってます。ということで、じゃあちょっと続きはまた後で。はい、今からですねちょっと映えスポットを探しに行こうと思います。なんかすごい綺麗、この時期イルミネーションがあってすごい綺麗だと思うんですけど、こういうところとかも、めっちゃ可愛くないですか。ちょっと撮ろう、撮ろう撮ろう。どうですか。はい、これからですねちょっとお台場の方を歩いていこうと思います。今なんか、クリスマス前なんでイルミネーションとかがめっちゃ多分綺麗になってると思います。まあ、たまにはね、あのいいですよね、こういうのもね。はい、ということでちょっと早速見ていこうと思います。あ、すごいすごい。今ちなみにね、あのめっちゃ寒いですこの下ねちょっとね気合い入れてドレスみたいな感じになってるんで、あ、寒い。ちょっと風邪ひかないようにね早めに撮って戻ろうと思います。あわ、でもねめっちゃ綺麗だよ本当に。これみんなにね見せたいなと思って。こんな感じ。どうやって行こうかな。すごいめっちゃ どこもかしこも多分映えるんだけど寒い風邪ひか。フジテレビがありますね。あれフジテレビですね。であっちがレインボーブリッジに多分東京タワー。めっちゃ綺麗。やば、ちょっと撮りたい。ここでいいかな。これいい感じですね。あー寒いわ。ちょっととりあえず進みます。あ、これ絶対映えるわ。めっちゃ綺麗ですね。でもねすごい寒い、すごい寒いのよあっち。あ、どうしよう。こっちもいいですね。逆光寒い。ちょっとこれはねこのコート昼間分厚すぎたと思ったけど、いや海沿いだからですかね。めっちゃ寒いですよ。これぐらいがちょうどいいかも。あ、すごい綺麗。そして誰もいないから撮っちゃおう。あんまいないからマスク外してます。え、すごい綺麗綺麗。めっちゃ寒いから踊ろうと思います。めっちゃ寒いよ。早くお風呂に入りたいけど、この後運動と勉強をしようと思います。インスタグラムの方に写真載せてます。旅スタグラマーになりたいのに旅行の写真が全然なかったのでたくさん撮りました。よかったらインスタの方もフォローお願いします。はい、今ですねちょっとめっちゃ変えました。ちょっと上下揃ってないんですけど上寒いかなと思って、今からですね、今深夜の11時なんですけど、遅くなっちゃったけどジムは24時間やってるということでジムに行ってみようと思います。多分人がいないからね、これぐらいの時間の方がいいということでちょっと頑張ります。ご視聴ありがとうございました。この動画の続きは概要欄にあります。ぜひ見てみてください。ダルビッシュめっちゃ背高いです。高本龍馬じゃないか。